こんばんは。ウェザーニュースの高山奈々です。全国の明日の天気をお伝えしていきます。明日の天気アイコンを見ていきましょう。明日は前線の影響で九州から関東のエリアで冷たい雨が降ります。特に西日本の太平洋側では雨が強まり、そして雷雨、低い土地では道路冠水の恐れもありますので十分にご注意ください。また日差しが乏しい分気温があまり上がりません。服装でうまく調節をしてください。一方北日本では日差しが届きます。ただ朝晩はかなり気温が下がりますので一日の寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。以上、全国の明日の天気をお伝えしていきました。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。